ようございます。嫁ちゃんでございます。一方鬼怒川の旅2日目、今日はね、鬼怒川を方面に向かって、その先のね、群馬の方までね、未体験ゾーンでね、抜けてきたいと思っている。一方白根山に行くかもしれないし、沼田に行くかもしれないし、どこに行くかは行ってからのお楽しみ。よろしく。はい、今日も2日目もいろは坂を攻略。2日連続のいろは坂は疲れる。ベイビースニーカーブあわよくじんお前をギンギラギンにさり、アニジュベイビーアウチベイビーライトン孤独出会い燃えてゆけ、本は怖いもの知らずハイキンブギー、惚れたぜカッパ頬にチュッチュッ、アセンバイバイアシューデン鮮やかなパラッとしてグッキレー。景色見てたら歌えなかったね。 I wanna do 君の do ya、めっちゃ綺麗。何この風景、すごい白樺。僕にとってもバラバラ、君にとってもバラバラ。湯本温泉をね越えてね、今沼田の方に抜ける道。なんだこの焼け山とこの白樺と、意味がわからん。山肌のね、白樺がすごい白、真っ白枝くっきり。手前のあれあれ、焼け山、焼け山めっちゃ濃いやつ、あれあの、尖ってるやつ、枯れてる、すごい風景。あまりにもね、景色がね、良すぎるんでね、取れてしまった。このトンネルがね、沼田に抜ける峠のね、てっぺんだね。はい、栃木とね、群馬のね、県境のトンネルだと思うよ。岩肌をそれでこれが中禅寺湖と南大山。これがね、さっき見たね、山肌にね、白川があるね、なんとも印象的なね、山だったね。今ね、Google マップで確認したらね、この湖はね、中禅寺湖ではなく湯ノ湖。湯ノ湖、中禅寺湖はね、この方角だから、あれは南大山で間違いなし。ということで125線。はい、これでね、栃木ともお別れ。これからね、このトンネル通ってね、群馬に抜けていこうと思っています。栃木県ありがとう、さようなら。もう二度とお会いすることはないでしょう。ようこそ群馬県片品村、よろしく。すごくないこれ、白樺。うわうわ、これ印象的でしょう。ほら、なんだっけ、青森のさ、ブナのさ、こういう道もあったけど、あれはもう空が見えないくらい鬱陶しかったけど、これはこれでいいよね。群馬最強だよ、お前。すごいすごい。見て、津田沼ってやつらしい。これ綺麗や。あ、真っ青だぜ。ねえ。かあ、ほら。空の青いさ、青さも映ってんだけど、もう湖自体が青い。これはいいもの取れました。この道を選択して、はい、はい、っていう選択肢ありそう。このね、栃木県と群馬県を結ぶ120号線、別名日本ロマンチック街道、これはね、絶対おすすめです。最高です。その涙ごめの夕日が明るい、そのだけの恋ならば優しさないほうのましさ。愛知県紅葉ロードになってきました。うわ、本当に、うわ、すごい、ほら
フウェイ、これでね、てっぺんの方を目指していこうと思うよ。 2500m 近く、うん、まだ詳細はわからないけどね、こちらの方でね 2500m 近くのね頂上付近まで最低でも 2000m 級まで上がれると思うからね、そちらの方行ってみたいと思う。チケット、はい、2200円、2人4400円。あ、これはね紅葉も楽しめるし結構高いとこまで行くよ。多分登山道があると思うんだ、てっぺん。その情報を見て登山することも視野に入れよう。はい、はい、どうも。はい、デブことハゲオが二人で白根山を、白根山を攻略ということでね、絶対こう揺れるよ。外れるから。ああ、揺れねえじゃねえかよお前。ここで揺れるの？ほら全然揺れねえ。揺れない方だよ。そうなんだ。ああ、丸沼ロープウェイ揺れませんでした。紅葉だよね、まずはね。あ、まだ巻いてるよ。もうあのクモの感じいいじゃん。いたや、カエデロード。冬季はね、これスキー場になるようなね、多分丸沼スキー場とかそんなような感じかな。いいね。うわ、ちょっと後ろがいいよ、ほら。後ろ。おお。いいね、あの山肌がいいよ、山肌。あ、すごくいい。ああ、いや、これはこっちだよ。で、この辺がね紅葉モードで、上の方になるとほら頭皮とかモミの木とかドイツ頭皮になっちゃうから紅葉しないから山頂が青いまんまなんだよ。その中にほら随所にさ白樺があって、それが山肌が見えて白枝が見えてさ、しかも雲、めっちゃいい雲だねこれ。ほら、最高です、最高です。完全にね絵画、すごい。あ、絵画、絵画、絵画。ほら、発見。どこだ、画面真ん中の雪が見えるか。ここちょうど画面真ん中。見えないか、見えろ。画面真ん中にね、雪、あっちは場所的にそうだよね、あっちの三国山の方だよね。あー、すげえ。やっと着きそう。これね、これの画面真ん中のてっぺんがね、白根山だと思う。あそこまでね、登山するとね3時間から4時間ぐらいねかかるらしいよ。よろしく。何がよろしく。はい、ようやっと着いたよ。登山口、二荒山神社も行けるんじゃん。あ、そういうこと。そう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 、標高 2000m。二荒山神社ね、一応ね自然散策コースっていうのがね、山頂付近ね45分ぐらいかけてね歩けるようなので、そちらの方行ってみたいと思う。ドイツ逃避、美人林。ほら、みんなだってほら同じような気持ちさじゃん。ほら、すげえわ、綺麗。日光白根山っていうのでね、3時間の登山道になるけどね。でもなんか歩きやすそうだよね。ね、現在地はここで、大回りルートだとこういう感じで、登山ルートだとここを5を起点に、ここ今5だもんな、5を起点にこっちに行っちゃうと、今ここかだから4、5とこのまま真っすぐ行く。こっち、こっち行こう。疲れてるね。散策路じゃない、結構しっかりしっかり登山だよ。クマみたいだぞお前。息遣いがね、上がるようなね、
ちょっとした登山だけど展望台行く？よし行こう。はい、ちょびっと寄り道で展望台行く。絶対見えないと思うけどね、うん、上がってきた景色がこちらだ。何も見えないで、ここからね、ちょっとした隙間から見えるぐらい、これが日光白根山2578。あそこ登りてえな。あそこの尾根を使って登るんだろうな。この木の名前はどこだよ。米津が誰だよ。ムミを燃やしてさ、ここにもある。え、この木の名前は、あ、これほら、みんなに、みんなにほら、これ、この木は何を考えている？何も考えていない。ふざけんじゃねえよ。黒部。知らんわ。はい、ここにもあった。この木の名前は、ほら、頭皮じゃんか。ふざけんじゃねえ。これ面白いね、これ。締め方。またあたあたあた。この木の名前はみんな一緒だよね。あ、でも木肌が違う。遠目に白っぽく白樺似た木、これは頭皮だけかんぱ。締め方。締め方意外に面白い。めくるシリーズ。あ、滑るぞこれ。あった。このめくるシリーズ第4弾。はい、この木の名前は、なんか枯れてる。なんだろうね。これだよね、これ。そうそうです。はい、じゃあこれをめくってみる。ブナ。グラジロカンバ。知らん。締め方。このシリーズだな、これからは。めくるシリーズ。あった。これは、これは違うよ。あの樹皮が違う。めくるシリーズ。これは樹皮で分かるしかない。考えるしかない。めくる。七かまど。嘘。七かまど。あ、もうこの葉っぱだからあれなんだな。落ちたってこと。あ、でも実はついてておかしくない時期だけどな。赤じゃねえじゃん。もう秋だよ。いや、そうだよな。業界離れてるとね、季節感がねえから、ね、全部忘れちゃったよという。赤い実ついてたもおかしくねえけどな。食われちゃったか。あった。これ最後で絶対当てんぞ。めくるシリーズ第6弾。この木の名前はどれだよ。わかんねえな。どれだかねえじゃねえかね。なあ、え、これか。これ白樺。これだと思うけどね。白樺。あれ違うね。ハスナロ。どれ、あ、これ違うもん。葉っぱ全然違うもん。わかんねえよ。締め方。ふざけんなお前。静かにしようとか言ってさ、ね、静かなさ、こう林の中でさ、落ち葉の落ちる音楽しもうぜって二人で息を潜めてたら、お前の息がうるせえだけじゃない。でも歩きやすくていいねこれ。うん、全然いい。これはおすすめだよ。うん、ただ今ね、ちょっとした、ね、休憩所でね、休憩中でこういうことをハゲを日光白根山。あ、綺麗だな空な。はい、45分のね、自然散策道をね、1時間10分もかかってしまった。ゆっくり歩けば歩くほどでも楽しいよな、こういうのが。じゃあここでね、二荒山神社にねお参りをして今日おしまいかな。何も由緒知らないのにパンパンする。あれ、お祭神が違うぞ。多良山神社だ。ここはね、大胸地の見事らしい。知らんけど。このね、説明によるとね、白根山は
関東よりも異北、東北、北海道を含めて最高峰の高さ2578メートルぐらい。すごいね。これより高い山ないんだよ、関東から上は。そう、昭和45年10月8日天皇陛下が皇太子の頃、美智子妃殿下と、だからあの引退しちゃった2人ってことでしょ。ここの山登ったんだって。天空だってお酒もしようと思ったら、うん、いつものこと。この地図で見るとね、画面中央のね、雪がかぶってるのがね、朝日岳っていうらしい。こっちの方にね、苗場山があるようだ。あっちの雪はわからない。この雪わからずで、これも多分福島方面だから、これあれは違うんだな。あ、尾瀬はこっち方面だよ。こっち方面が尾瀬。ここにね、天空の足湯ってあるんだけどね、久々に俺の足をね、みんなに見せてやろうと思ったら、帰ろうだって。俺の名物コーナーなのによ、お前。なんかみんなね、俺のね、お前っていうの待ってるのによ、お前。ここも見納めとなりやす。また会う日まで。ね、ほぼ雲と同じような高さだもんな。向こうに向こうで言えば雲よりも今高い位置にいるんだもんな。ちょっと小寒いけどね、ちょうどよかったね。ということで、ロープへ乗って帰りやす。なんでね、あの朝日だけね、多分ここのね、日光白根山よりもね、標高は低いのにね、雪が積もってる。ほら、こっちの白根山は全然積もってないみたいなね。不思議だよね、日本ってね。もう雲かかってるのか。これ俺の待ち受けにしようかな。それぐらいなんか印象的だよね。俺って絶対わかんねえな、この鮮やかさ。ロープウェイもね、おしまい。この往復1人2200円、2人で4400円。価値あるよね。ある。はい。ものすごくある。ということで、なんちゃらこんちゃらロープウェイ、ぜひおすすめです。なんちゃらこんちゃら、何の情報もない番組。ちょっと目を離すとすぐ甘いものばっか買いやがった。真っ赤だな、真っ赤だな。こう城の山ロープウェイを背にしてね、これからね、沼田方面の方に向かってね、帰っていくけどね、道中にね、吹割の滝っていうのがね、この125線沿いにあるからね、こちらの方を、観光してみたいと思う。ちょっと見ようかな、すぐ食べ物するどうだよお前。吹割の滝、吹割の滝じゃないね、水割れの滝っていうところでね、来たね。またね、目を離したすぎ、ずっとクリンクリンやがる。いつも食ってるよな、お前、甘いのばっか。水割れじゃねえじゃんね、吹割れじゃんねえ、吹割れの滝でした。今日もいい天気。じゃあね、吹割れの滝をね、見に行くよ。紅葉なし。気がついたらここまで食われてた。最悪だよお前。はい、こんなとこにお墓がある。ほら、安倍家の墓いいね、ここ賑やかでね、この仏さんね。はい、もう見えてるぜ。すごい水しぶき。吹割れの滝がこちらだ。ああ、どうや。微妙にね、見えないところがいいよね。あのおっちゃん行っちゃったよ。夏とか春先に比べると水量がね、少ないね。ああ、過去にもね、一度来たことあるんだけどね、その時とちょっと迫力が違うね、秋口がね。これもね、夏場だとこの辺まで水量があるんだよね。そうそう、この辺まですごい勢いで流れてたじゃん、ここ。
すげえな、あの日は。紅葉もね、なかなか真っ赤なのがないからね、なんとも映えない動画です。はい、ここがね、吹割れの滝のね、ラスボスの滝なんだけどね、この水の水量ものすごい勢いで流れんだもん。そう、爆音なんだよ、ここでぶつかり合ってな、残念残念無念。あんまり遠いからね、虹でも映しとこう。何、滝にも季節があるとかね、力説してるぞこいつ。あー、でもやっぱ雪解けだ。あー、そう、4月とか3月とかそのあたりだよな。あー、なんか紅葉の時期来ればね、いい感じで撮れるかなと思ったけどね、水が少ない上にね、ここはね、針葉樹がすごい多いから大してね、映えないかな。あの吊り橋がね、ちょっとアクセントになるぐらいで、うん、これがね、吹割れの滝でございました。終わり。はい、吹割れの滝のね、ラスボス的にはね、すごい水しぶき、あれだけの水量であれだけ上がるんだからね、あれだけもっとすごいと思うよ。はい、これがね、洗浄時期。前回はね、あの吊り橋を渡ってね、向こう側こうに歩いたんだけど、向こう側からはね、全然ね、滝が見えないんでね、今回はね、ここで上がっておしまいかな。じゃあ、さよなら。はい、ちょっと目を離すと全く食ってやがる。食ってばっかりだけど、こんなのがあった。これがね、多分一番シーズンの時のね、吹き割れの滝だね。水の量が全然違う。あれだけ俺に言われてまだ買おうとしてる。嘘でしょ。え、マジ嘘でしょ。はい、じゃあこれから昼飯。何時今？2時。2時回ってるな。ちょっと前か。あ、じゃあこれからね、美味しいところ行くよ。めっちゃうまいとんかつ屋だ。過去にね、行ったことがあるね、とんかつ屋さん。名前忘れてたんだけどね、この富田ってところがね、めっちゃうまいね、とんかつ屋さん。ここはね、すっごいうまいからぜひおすすめですよ。今日は夏とかもなさそうだしな。さあ、機内中やってるね。今日はね、多分待ち時間出してくれるけど、ここがね、めっちゃうまいんでね、食べていく。これ美味しい、いつもワイン飲んでる人だよね。で、ロース、何たつ、ヒレたつ、ロースたつ、ドーヒレたつ定食、めっちゃうまいから食べてみて。県の沼田を目標にしたルートに設定してね、今日はとっても良かったと思います。そしてね、最後の最後、このとんかつ富田、ぜひおすすめなのでいらしてみてはいかがでしょうか。タモリも来てました。はい、2日にわたってね、栃木と群馬の一部分しかね、見てなかったけどね、なかなか有意義な旅ができました。本来であればね、伊香保温泉の方に行ってね、観光する予定でしたがね、思いのほか日光白根田の方でね、のんびりしすぎちゃいましたので、今日はね、一応2日間の観光をね、これにて終了してね、東京の実家の方に、ね、帰りたいと思う。2時間半かかるな。以上、ありがとうございました。またちょっと目離すと芋っこいとかなってし、こんなにね、日が傾いてしまいました。早く帰りたいのにね、こいつをね、買ったり飲んだり食ったり買ったり、まったくだ。
はい、今外観通ってる浮かれ口に帰らすと、高性能な携帯はね、画面上ではねまだ明るいような感じですがね、実際はね真っ暗なんだよ。まあ、真っ暗になりましたが無事、自宅に着きそうでございます。また、紅葉を求めてね近いうち旅に出たいと思いますので、こうご期待ということで、それではまたね、バイバイちゃん。